ギャグ界か、かまぼこ隊の日常が尊すぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。やっぱ前日おもろいな。後藤さんと炭治郎の掛け合い面白いし、ほっこりする。とりま、前日よかったな。で今猫ちゃん元気で、ああ、アイキャッチが可愛すぎる。最高すぎる。アイキャッチの予想当たることもあったり、予想を超えるものもあったり。原作本史上の人にはきっとアニメでは省略されてるとことかもあって不満はあるかもしれないのかな。自分はアニメでしか見たことないので放送で最後までやってくれれば十分。いい制作会社だしね、 UFO テーブル？だっけ、前日ってこんなにうるさかったんだ。あてん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 てんや、そんなとこにいたのかわいいね。姫島さん、上司になったら頼れるけど切れたらめっちゃ怖いんだろうな。煉獄さんの唾と音楽だけで感動するのに、蛍のおもろさが邪魔をする笑い。あれアニオリなんだ。後絵がめっちゃ綺麗ですごい。みつりちゃん完全に柱のお笑い担当な顔芸で草。まあそれで勝てたからさ、ね。でも職人からしたら許せないよね。ねずこちゃん可愛すぎ。鋼塚さんはロタ。ずっと涙が出てるってか。鋼塚さん固めつぶされてるよな。痛すぎていつもよりおとなしい鋼黒金塚さん笑う。鋼塚さんも平常運転。勝訴して刀かっけい。口でほっぺたグリグリしてんの好き。鋼織塚さん相変わらずヤバいすぎる。玄野が視聴者の代弁者になっているショー。一番うっさいやつ帰ってきた。玄野は苦労人である。寝ないといけないのに、柱稽古編が気になって見ちゃう。猪之助の出方がすごすぎる。炭治郎と相部屋な玄野が落ち着かなくて気の毒。玄野くん、かわいそうに、違う部屋に移りたいよね。みつりちゃん炭治郎タイプだったのか、頭を抱えるイクロクサでおもろい。ガラスをぶち破るのはただでさえ危ないのに裸はやばい。これが、松岡さんなのも信じられない。やっぱり声優ってすごいな。鋼塚さんにめちゃめちゃお世話になってるけど、地雷おじさんだからあんまり会いたくないね。鬼に家を破壊されてその後、鬼にボコスカ殴られたり目を潰されたり友達殺されかけたり色々な目に遭いながら泣き言も文句も言わずに我慢しながら刀の制作したから痛かっただろうな。高塚さんおわせ。猪之助楽しそうだな。音声、ちょっと変っていうか、映画仕様のまま放映してるのかな。ワンワン響いてるよね。忍さんが柱号会議の初期やってるのなんか解釈一致だわ。天音様いなくなってから足崩して座ってる品津川さんよき。個人的に鬼滅は柱稽古編以降からが胸熱なのよ。柱の中で一番大好きなサネミと二番目に好きなイクロイチはいきなりからめっちゃかっこよかった。鋼塚さん、ちょっとこのお面のせいで面白い感じになってるけど、多分このアニメの中で一番と言ってもいいほどのイケメンなの。笑うよね。猪之助もイノシシ脱ぐとめっちゃ可愛い顔してるし、なぜこのアニメは顔隠してる人ほどお顔が整ってるの？しょう。ちなみにこの後、猪之助は忍さんにガチ切れされました。一瞬だけだけど猪之助ゆきすけが飛び込んできた瞬間、玄野が目をまん丸にしたの割と可愛い。柱のみんなの姫島さんへの信頼感があるのがいいよな。ほぼ映画の先行と同じだから今日はまあおさらいって感じかな。サネミが姫島さんって呼んでるんだ。岩柱とかじゃないんだ。前日と鋼塚さんすぐ機嫌治るのかわいい。姫島さんには素直な品津川さねみ。ばっかやろお前。そんなことで俺の機嫌が治ると思うなよ。あっご機嫌だ。特撮ヒーローやジャッキーのように窓ガラスを3カメで割って入る猪之助。前日かわいいね。前日。はいはいはい、声も出ねえか。地面舐めなくていいから。炭治郎が約束したということは、本当に守るということ。多分将来蛍氏がもういらんと拒否しても家約束したことなので、と続行しそうな怖さがある。嘘をつけない炭治郎だからちゃんと褒められてるのが分かって嬉しいのね。眼帯姿も美しいですね天元様。でも柱に稽古つけてもらうのってすごいことよな。柱の穴があったら入りたい発言パート2。
過度な運動すると逆に食欲湧かないよね。わ、久々にしない見た。高校以来見てないし触ってない。うずいさん、眼帯になってもイケメンなのずるくない？アニオリを交えつつ説明セリフのうず天様。汗かきまくるからやっぱり塩分たっぷりが基本。自分雑魚なんで倒れてる側の気持ちがわかりすぎる。上限に勝つなんて夢のまた夢よ。小西天元様の声で聞きたかったな。炭治郎タイプトレンド入りしてるの面白すぎんか。やっぱ髪を下ろしたうずいさんかっこいい。なんだこの能力？重力？呼吸でこんなことできるのか。柱傾向全部紹介してくれるの助かるな。天元様と米津ちゃんたちと体格差にキュンキュンするぜ。思うけど品津川さんまで行った人たちはそこそこすごいんだな。甘露寺さんの訓練は人によってはご褒美かもな。小西さんの演じるうずいさん、やっぱり声が合いすぎる。炭治郎の石頭に対抗できる生物増えすぎやろ。鬼殺隊の方々って可愛いのに性格怖いな。姫島さんと品津川さんのところは特に死者が出そうだ。炭治郎には優しくしてあげてくれよ。この風柱に対して殺意マシマシのモブ大使たちが面白いのよね。うつ伏せで水面を流れてるのはさすがにヤバくないか。鋼塚さん、善逸、春日井カラスにやられて散々な炭治郎くん。キーサムさんは本当に言葉足らずなんだよな。この柱のメンバーならきちんと言葉にしたら聞いてくれるだろうに。このシーンを楽しみにしてた。太陽を克服して、禰豆子頑張ってるね。あまりにも教え込んだせいか。前日にまでお帰り猪之助は笑った。楽しそうな訓練じゃのう。わしも仲間に入れてくれ。煉獄さんのお母様の時に気になっていた鯛の島模様が、今回はちゃんとなっていますね。このシーンの天音様、親方様への深い愛を感じる。1ヶ月ほどムイ君と一緒に生活してほしい。ぜひ、絶対炭治郎のおでこから血が出るわけがない。なんだったら天王寺のくちばし痛かったに違いないと勝手に思ってしまう。CV 早見進むのカラスは声優の無駄遣いにも程がある。ねえ、なんでカラスが早見進むさんなのよ。どこを贅沢にしてるのよ。姫島さんは人間やめさせるのか。そしてギーサムさんは不参加。しのぶちゃんはみんなのフォロー。ムイくんかわいい。ハーム一郎が本当に大好き。もうかわいいしかっこいいしさ、なんなの。天元様の不意打ち度アップいただいたので仕事頑張れそうだったらいいな。おい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 、えらくイケボの春日井カラス来たぞ。現実で雨降ってる時にアニメでも雨降ってる、なんかすごい。早見進さんの春日井カラスや、声めっちゃイケボだよな。しかしカラスの圧が強い。春日井カラス役に早見さんを配役するところがヤバい。カラスの声が早見進さんってほんとすごい使い方してるよな。髪の毛下ろしてるうずいさん好きすぎる。今やパワハラブラック上司の代名詞となった無惨様を倒すため本格的に動き始めた。黒くよどむのここの御滝様と無惨様の対比、書き方めっちゃ好き。大好き。え、これから毎週善逸くんの上裸が見られる。もう終わってしまった。エンディングは森進一の息子無惨の後ろに刀が突き刺さってるのいいな。死んでいった大使たちの刀だろうか。鬼滅の上裸ってなんか身体と顔が合ってない気がしてしまう。なんでだろう。親方様のカラス、藍染めと同じ声優だからか裏があるような言い方に聞こえてしまう。というかカラスの声優さんまで豪華すぎんか。鬼滅よ、オープニングかっこいいし作画も相変わらずエグい。うまくまとめられてるな。エンディングも雰囲気あっていい。ヒロとハイドの声の相性もいいね。今回も今回でエンディングバカかっこいいし、よく見ればいろんな意味含まれてそうでよい。今すぐ見返そうな。200回でも見返すぜ。眼帯髪下ろし天元様がめちゃめちゃ好きな民なんだよ。姫島さんを見上げる無一郎くん可愛すぎる。この人本当に引退してんのかってぐらい元気ハツラツだな。おい、もう片目片腕なしでもその辺の鬼なら倒せるんぜ。エンディングで柱の日輪刀がリアルに書かれてるのかっこいい。
UFO の実今作が、久しぶりに1時間じっくり堪能した。誰が退場するか、もうわかってるからな。もう何がリアルで何が絵なのかわからなくなるよこのアニメ。映画のエンディングはかまどもんね豆子の歌と刀鍛冶の主題歌リミックスだったからこのエンディング初出自然たげる。御滝様再来週にはお亡くなりになられるなぁ忍ちゃんがやられるとことか見たくないなぁ。っていうか、最後に出てきたカラスの声 CV。早見さんなの凄すぎるな小度のキャラも声優豪華すぎるよ。早見さんトレンド入りしとる。カラス役のキャスティングが異様に豪華なんよな。炭治郎が鬼舞辻無惨の首を切ろうとした場面エンドロールなのに鳥肌立ちまくったエグい。鬼滅はこの後で壮絶な死闘を迎えるからこそ穏やかな日常、柱との稽古というスパイスが効いてくるんだろうな。あとどうしても煉獄さんが柱稽古に参加できてたらってことを想像してしまう。忍ちゃんがいなかった理由は玉代様と共同研究のためか。ほう、柱集結かっこいい。アニメ派で原作知らんけど、あざが出たらってことなんやろな。切ない。なんだかんだ一番偉いのは天音様と玉代さん独断と偏見親方様のカラスめちゃくちゃイケボ。あまり出番がなかった風柱と蛇柱のバトルシーンを出したりほどよく原作の補填をしたりとアニオリの部分がすごいなーって思った。今回のシーズンも楽しめそうだな。このクオリティで1には前後やってくれるのか制作陣の技量と本気度を毎回めっちゃ感じる今や当たり前になりつつあるこの高クオリティに感謝しなくては。イクロさんの蛇の呼吸と品津川さんの風の呼吸、作画が本当にかっこよすぎるよね。アニメオリジナルの演出もありがたいです。第1話、ごちそうさまでした。これまでの曲が良すぎるけど、今回のもいいよね。イノスケ、忍さんに飼いならされている。怒られるイノスケかわいすぎる。みつりちゃんにハンカチを渡す忍さんのとこ大好きだから、大将こそこそで保管されたの嬉しい。今日から待ちに待った柱稽古編、やっぱりかまぼこ隊が揃うと面白いな。うずいさん見れたし、映像綺麗だし、主題歌もかっこいい。また毎週の楽しみが一つ増えた。またこれから熱狂のワンクールが始まるのだなーってな。初回豪華版だった。すごく良かった。柱稽古編すごく好きなので、始まったらわーわー一人でなってました。来週も楽しみです。冒頭のこの二人の共闘がエグすぎて感動した。ここまでハイクオリティのアニオリの演出は神がかってる。ああ、でもここから怒涛の展開だし、泣かずにはいられないんだろうな。怒涛の戦いが犠牲が続いていくから。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。